今日は1月23日、今、午前11時です。昨日の夕方、携帯のショートメールに、DHL の荷物が届いているという、あれが来てたんで、アメリカからはまだ早すぎるなと思ったら、中国からようやく来ました。ドラギノのゲートウェイですね。元旦に注文してたんです。で、5日に出したのどうのこうのって、後からメールしてきましたけど、ほら、わかりますか？ 1 月17日って書いてあるでしょ、ちゃんと。最後通告のメールを出したのが、何日だったっすかな？ 15 日か16日ぐらいですもんね。その後に出してるわけでしょ？だから、こういう、嘘をつくような会社はちょっと信用できないけど、まあ、来たからには使わないといけないかなという感じもしますし、吉田さんが詳しい、取扱説明書をちょっと上げてくれてるんで、ひょっとしたらこっちを先に使うことになるかもしれません。認証はおそらくまだこれは取れてないんじゃないかな。これには貼ってないから。一応設定はここなんですよね。915-920-923にチェックはしてあります。はい、周波数ですね。ドラギノ。まあ、アメリカのやつがあと4、5日で届くはずだから何台も買ったい あれなんですけどね まあ、どれが一番いいかもちょっとチェックする必要があるんで、まあそういう状況です。本当、ちょっとドラギノの対応には頭きてますけど、まあ、来たものは、まあテストするかなと思ってます。本当はもう使う予定じゃなかったんですけど、あんまり頭きて。はい、そういうことで、来ましたということで、ちょっと撮影しました。ここはちょっと周りは撮影できません。